ジョセフ・クリフォード・モンタナ・ジュニアは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ニューイーグル出身のアメリカンフットボール選手。NFL のサンフランシスコ・フォーティナイナーズ、カンザス・シティ・チーフスでプレーした。ポジションは、クォーターバック。1980年代に4回スーパーボールに優勝、3回スーパーボール MVP に選ばれている。ジョークールと呼ばれた。2000年、プロフットボール殿堂入りしている。 サンフランシスコ4 9ナーズでの背番号16は永久欠番となっている。史上最高の QB と称されることが多いが、これはスーパーボール4戦全勝という実績に加え、モンタナマジックと呼ばれる華麗な逆転勝利を数多く成功させたことによる。特に1989年の第23回スーパーボールでのザドライブと称される逆転劇は スーパーボール史上の伝説として語られている。ペンシルベニア州西部のニューイーグルに一人っ子として生まれた。炭鉱の街でピッツバーグから南に40キロメートル、同州モノンガヒーラで育った。母方の祖父母はそれぞれイタリア系アメリカ人であった。8歳の時からアメリカンフットボールを始めた。彼は野球やバスケットボールにも興味を持ち、高校では アメリカンフットボール、野球、バスケットボールを行った。バスケットボールでは、州のオールチームに選ばれた。ノースカロライナ州立大学からバスケットボールでの奨学金のオファーも受けた。アメリカンフットボールでは、当初控え選手であったが、その後先発 QB に昇格し、最終学年の時には、パレード氏より、オールアメリカンに選ばれた。ノートルダム大学から奨学金のオファーを受けた。 彼は同大学への進学を決めた。彼が進学を決めた理由の一つには、彼の少年時代のアイドル、テリー・ハンラティの出身校であるということもあった。彼の卒業から32年後の2006年、高校はフットボールスタジアムをジョーモンタナ・スタジアムと改名した。彼が入学した前年の1973年、アラ・パルセギアンヘッドコーチに率いられたチームは、 全米チャンピオンとなっていた。1974年に入学した彼はチームの方針から練習生扱いとされ、フレッシュマンの試合に出場したのみであった。同年12月15日、パルセギアンが健康上の理由で辞任、ダンディバインが公認となった。1975年、彼は先発 QB としての地位は確立していなかったが、 ノースウェスタン大学戦で31から7と勝利、ノースカロライナ大学戦で残り5分11秒6から14でリードされていたが、21から14とチームを逆転勝利に導いた。空軍士官学校戦では10から30とリードされた第4級から出場し、31から30と逆転勝利した。百七十六年シーズン開幕前に肩を脱臼した。 彼はシーズンを棒に振った。1977年、当初第 3QB だった。彼は3試合目のパドュー大学戦で、残り11分、14から24と、リードされたところで、途中出場、154ヤードを投げて 1TD パスを決めるなど、31から24と逆転勝利した。翌週から、先発 QB に昇格した、彼は残り九試合を全勝。 コットンボールでランキング1位のテキサス大学を38の10で破り、チームは11勝1敗で全米チャンピオンとなった。1978年の USC 戦では前半を6から24で折り返したが、第4球に25から24と逆転に成功、最後は相手 FG が決まり25から27と破れた。1979年1月1日に、 ヒューストン大学との間で行われたコットンボールで彼は寒波のため低体温症で苦しんでいた。ハーフタイムには点滴を受けたり、ブイヨンのスープを飲んで体を温めた。第4球残り7分37秒にフィールドに復帰した。彼は12から34から23点を取り35から34とチームを逆転に導いた。彼が NFL に指名される当時は、 NFL スカウティングコンバインはなかった。ドラフト候補選手たちは1から9にランクされており、彼は全体評価で6点を、肩の強さで6と評価されていた。その年最も高い評価を受けていた QB は、ワシントン州立大学のジャック・トンプソンであった。1979年、NFL ドラフト3巡目で4 9ナーズより指名された。 QB としては一順で指名されたトンプソン、フィルシムズ、スティーブ・フラーの3人に続く4番目の指名であった。ドラフト指名が3順目となったのは、肩も弱く、サイズもなかったため、有能なクォーターバックとしては認知されていたものの、なかなか指名されるまでには至らなかった。しかし当時のヘッドコーチ、ビル・ウォルシュは自身が用いた短いパスを正確につないで確実に得点を、 上げていくという戦術、ウェストコーストオフェンスにマッチする、俊敏で、パスが、正確というクイックデリバリー能力のある、クォーターバックを欲している時に、モンタナが三巡目指名になっても残っていたことに、着目、即指名を決めたというエピソードがある。初年度は、スティーブ・ディバーグの控えで23回のパスし投げに、止まった。翌1980年シーズン終盤から、 チームのエース QB となった。12月7日に地元キャンドルスティックパークで行われたニューオーリンズセインツ戦はハーフタイムに7から35とリードされており第4球開始時点でも21から35とセインツがリードしていた。しかしこの試合はオーバータイムに持ち込まれ最後はキッカーのレイ・ワーシングがフィールドゴールを決めて4 9ナーズが逆転勝利した。 この試合は、モンタナが、キャリア16年で31回達成する、第4球からの逆転勝利した、最初の試合となった。この年のチームは6勝10敗、モンタナは1795ヤードを投げて、タッチダウン15回、インターセプトは9回であった。また、パス成功率64.5%は、リーグトップの数字だった。1981年、 チームは13勝3敗の成績を挙げた。この年モンタナはプロボールに初めて選ばれた。また第4球に2度の逆転勝利を演じた。1982年1月10日にキャンドルスティック・パークで行われたダラスカウボーイズとの NFC チャンピオンシップゲームは残り4分54秒でカウボーイズが TD を上げて21から27とリードした。ナイナーズは 自陣11ヤードからの攻撃を開始、敵陣6ヤードまで前進した残り58秒、第3ダウン残り3ヤードから、モンタナは右に走りながら、ドワイトクラークへ浮かしたパスを投げ、これが決勝 t d パスとなり、ナイナーズが28から27と逆転勝利した。このプレイは、ザキャッチとして知られている、このプレイ終了後カウボーイズには残り51秒の時間が残されていたが、 試合はそのまま28から27で終わり、ナイナーズが初のスーパーボール出場を決めた。第16回スーパーボールでは、自陣32ヤードからの最初の攻撃で、ダブルリバースからのフリーフリッカーで、で、チャールズ・ヤングへの14ヤードのパス、フレディ・ソロモンへの14ヤードのパスなどで前進、最後は、 自らの QB スニークで7から0と先制した。その後自陣8ヤードからの攻撃では、フレディ・ソロモンへの20ヤードのパス、ドワイト・クラークへの12ヤードのパスなどで前進。プレイアクションからのアール・クーパーへの11ヤードの TD パスで14から0とリードを広げた。92ヤードのタッチダウンドライブは、スーパーボール記録となった。この試合でモンタナは、パス22回中14回成功。 157ヤード、1td パス、ランでも 1td を上げて26から21で、シンシナティベンガルズに勝利、MVP に選ばれた。カレッジフットボールで、全米チャンピオンとなり、かつスーパーボールを制覇した q b は他に、ジョーネーマスしかいない。1982年、ストライキで9試合に短縮された、シーズン、彼は2613ヤードを投げて 17td。 当時の NFL 記録となる5試合連続で300ヤード以上を投げたがチームは3勝6敗でプレーオフ出場を逃した。1983年には3910ヤードを投げて 26TD プロボールに選ばれた。チームは10勝6敗で NFC 西地区優勝を果たした。ディビジョナルプレーオフでデトロイトライオンズを フレディ・ソロモンへの逆転 TD パスで24から23と破り、NFC チャンピオンシップゲームでは、ワシントン・レッド・スキンズと対戦した。0から21と相手に、リードされたが7分半の間に、モンタナの3本の TD パスで一時同点とした。しかし最後は相手、キッカー、マーク・モーズリーの25ヤードの FG で21から24と破れた。この試合でモンタナは、 パス48回中27回成功、347ヤード、3TD を上げた。第19回スーパーボウルでのモンタナ1984年には2年連続でプロボウルに選ばれる活躍を見せて、NFL が1978年レギュラーシーズン16周となってから初の15勝1敗にチームを導いた。プレーオフではニューヨークジャイアンツ、 シカゴベアーズを2試合合計44から10と圧勝、レギュラーシーズンで 48td パスの NFL 記録を作ったダンマリーノのマイアミドルフィンズと対戦した。この試合はドルフィンズ有利と見られていたが、モンタナはパス35回中24回成功、3td、スーパーボール記録となる331ヤード、ランデモ q b 記録となる59ヤードを走り、 38から16で勝利2度目の優勝及び自身2度目の MVP に選ばれた。1985年第6週のシカゴベアーズ戦ではキャリアサイトの7サックを浴びた。この年3653ヤード 27TD を上げてプロボールに選ばれる活躍を見せた。チームは10勝6敗でプレーオフに出場したがワイルドカードで ニューヨークジャイアンツに3から17で敗れた。1986年、シーズン開幕間もなく、脊髄に狭い空洞ができていた。彼は、背中の手術を受けた。医師はモンタナは二度と、プレーできなくなるかもしれないと語ったが、彼は、手術を、決断、9月下旬に退院した。彼が退院した時、医師は、復帰にはに3ヶ月かかるだろうと話したが、8試合の、 欠場で55日後に彼は復帰した。9月15日に故障者リスト入りした。彼は11月6日に復帰。復帰初戦のセントルイスカージナルス戦では270ヤードを投げて 3td パス、43から17と勝利した。11月17日のワシントンレッドスキンズとのマンデーナイトフットボールでは、自己ベストの441ヤードを投げたが、td パスなし。 3インターセプトで6から14で敗れた。この年彼は8試合に出場、キャリアを通じて唯一タッチダウンよりインターセプトが多かった。ミネソタバイキングスのビ b トミー・クレーマーと共にカムバック賞に選ばれている。チームは10勝5敗1分でシーズンを終えプレイオフに出場したが、ニューヨークジャイアンツ戦で彼は相手のオーズガードのジムバートにヒットされた際、顎に ヘルメットが当たり負傷退場、チームは3から49で敗れた。1987年4月にナイナーズはタンパベイバッカニアーズからドラフトに準指名権とトレードでスティーブ・ヤングを獲得した。ストライキで NFL 選手会に所属する大部分の選手がピケを張って欠場し、多くの代替選手が代わりに出場した際も、チームメイトのロジャー・クレイグ、ドワイト・クラークや、 ローレンス・テイラー、マーク・ガスティノー、ランディ・ホワイト、トゥー、トール・ジョーンズ、スティーブ・ラージェント、リンス・ワン、トニー・ドー・セット、ハウィー・ロングなどと、ピッケア破りを行い試合出場を続けた。彼はこの年、自己最高の 31TD パスを13試合の出場で上げ、22本連続パス成功の NFL 記録も作り、3054ヤード、NFL トップの QB レーティング1 0 一の成績を上げた。チームは13勝2敗と NFL トップの成績を上げて、プレイオフ初戦で8勝7敗でシーズンを終えた、ミネソタバイキングスと対戦した。バイキングスのジェリー・バーンズヘッドコーチのゲームプランは、モンタナを徹底的にマークし、ライスとのホットラインを立つことにあった。この試合で彼は4サックされ、24から36と、破れシーズンを終えた。 なおスティーブ・ヤングはこの年8試合に出場、QB レーティング120.8の成績を上げた。1988年には、レギュラーシーズンで不調となり、一時、スティーブ・ヤングにポジションを奪われた。ヤングは11試合に出場、モンタナをトレードに出すべきという声も聞かれた。ロサンゼルス・レイダースに敗れて6勝5敗、3位となり、 プレーオフ出場も危ぶまれたところで先発 QB に復帰、最終週のロサンゼルスラムズ戦では、ケビン・グリーンに4点をサックされて敗れたものの、最後の5試合を4勝1敗とし、10勝6敗で、地区優勝を果たした。プレーオフでは1年前に敗れた相手、ミネソタ・バイキングスを相手に、前半だけでライスへ3本の TD パスを通し、34から9と勝利。 シカゴベアーズを敵地ソルジャーフィールドで気温氷点が1度、体感温度マイナス30度の寒さの中、28から3と破り、スーパーボール出場を決めた。第23回スーパーボールでは、パス36回中23回成功、スーパーボール記録となる357ヤード 2TD を決めて、シンシナティベンガルズを20から16で破り3度目のスーパーボール優勝を果たした。 この試合では残り三分二十秒で十三から十六とリードされ、自陣八ヤードからの攻撃を、残り三十四秒にジョン・テイラーへの十ヤードの逆転 TD に結びつけた。この攻撃シリーズで彼は、パス9回中八回成功、九十七ヤードを獲得した。九百八十九年、第四週のフィラデルフィア・イーグルス戦では、バディライアンのブリッツディフェンスに八サックを浴びながら、 第4球に4本の TD パスを決めて、逆転勝利にチームを導いた。ロサンゼルスラムズとのマンデーナイトフットボールでは、パス458ヤードを投げて17点差から、逆転した。この年彼は3521ヤード、26、TD パス、8インターセプトで、QB レーティングのシーズン記録を更新、ランでも227ヤードを走り 3TD を上げ、 シーズン MVP に選ばれた。チームも14勝2敗、敗れた2試合の得失点差の合計はわずか5点であった。プレーオフでチームは、ミネソタバイキングスを41から13、ロサンゼルスラムズを30から3で破った。2試合合計で503ヤード、6TD、インターセプトなしの活躍を見せた。デンバーブロンコスとの第24回スーパーボウルでは、 パス29回中22回成功、297ヤード、当時のスーパーボール記録となる 5TD パスを決めて55から10と勝利、史上初の3回目のスーパーボール MVP に選ばれた。この年のスーパーボールは史上最多得点差のついたゲームとなった。プレイオフ3試合で彼は800ヤードを投げて、11TD パス、インターセプト0であった。 プロフットボール殿堂に展示されているモンタナのユニフォーム1990年ファルコンズ戦で自己ベストの476ヤードジェリーライスへの5本を含む 6TD パスを記録した。このシーズン彼はチームを NFL トップの14勝2敗に導いた。この年彼は3944ヤード 26TD を投げたが一方で キャリアワーストの16インターセプトを記録した、スポーツイラストレーテッドより年間、最優秀スポーツマンに選ばれている。史上初のスーパーボール3連覇を目指した、ニューヨークジャイアンツとの NFC チャンピオンシップゲームでは、第4球に、レナード・マーシャルにサックされた際に胸骨、右手の骨折及び脳震盪を起こし負傷退場、チームも13から15で敗れた。 1991年のプレシーズンゲームで肘を痛めてしまい、その年は全試合に欠場した。1992年、開幕戦を前に早くても10月まで復帰できない、故障者リスト入りした。最終週デトロイトライオンズ戦の後半から出場し、パス21回中15回成功、126ヤード 2TD を上げてチームは24から6で勝利した。 しかしこの時点で、スティーブ・ヤングがモンタナから完全に先発 QB の座を確保していた。1993年4月、カンザスシティ・チーフスへ、ドラフト一巡全体18位の指名権と引き換えに、トレードされた。チーフスにはこのシーズン、ロサンゼルス・レイダースから、フリーエージェントになったマーカス・アレンが加入しメディアの、注目を集めた。チーフスは彼に3つの背番号を提示した。 ノートルダム大学時代の3番、リトルリーグや1979年のトレーニングキャンプでつけた19番、そしてプロフットボール全同入りしたキュービ b ーレンドーソンがつけていたチームの永久欠番である16番である。ドーソンはモンタナに16番をつけてもらいたいと希望したが、彼はそれを断り、19番をつけることを決めて、3年間1000万ドルでチーフスと契約を結んだ。 1993年彼は負傷もあったが、プロボールに選ばれる活躍を見せ、1970年以来となるプレイオフでの勝利をチームにもたらし、バッファロービルズとの AFC チャンピオンシップゲームまでチームを導いた。1994年14試合に出場、第22はルスのサンフランシスコフォーティナイナーズを24から17で破った。 デンバーブロンコストのマンデーナイトフットボールではパス393ヤード、試合終了直前の TD パスを含む 3TD を決めて31から28で勝利した。この年彼は史上5人目となるパス獲得通算4万ヤードを達成し、チームをプレーオフに導いた。シーズン終了後、1995年4月18日、サンフランシスコで 現役引退を発表した。この記者会見は地元テレビ局で報道されたが、ジョン・マッテン、エディ・デバートロ・ジュニアなどよりスピーチが寄せられた。ナイナーズの元チームメイトたちも姿を見せ、ビル・ウォルシュが MC を務めた。チーフスでの2年間で彼は先発して17勝8敗、パス成効率60%、29td、13。 INT の成績を残した。チーフスでのモンタナの後継者は、ナイナーズでも控え QB だったスティーブ・ボノが務めることとなった。ナイナーズ時代の背番号16は、1997年12月15日のデンバーブロンコス戦のハーフタイムに永久欠番とするイベントが行われた。2000年、プロフットボール殿堂入りを果たした。2016年、 ナイナーズの新本拠地であるリーバイススタジアムで開催された第50回スーパーボールにおいてコイントスを務めた第23回スーパーボール残り時間3分20秒からの逆転勝利を指すただし1986年のプレイオフでジョン・エルウェイが見せた自陣2ヤードからのドライブを指す場合と区別しザ・モンタナドライブと呼ばれることも多い 1989年の第23回、スーパーボール対戦相手は、1982年第16回、スーパーボールでナイナーズに敗れたベンガルズだった。攻撃陣の獲得ヤードでは、ナイナーズがリードしたものの、FG 失敗、ファンブルでボールを失うなど、スーパーボール史上初となる同点で、ハーフタイムを迎えた。第3球。 お互いに FG を決めて6から6となった直後、ベンガルズの36番スタンフォード・ジェニングスが93ヤードの、キックオフリターンタッチダウンを決めて13から6と、リードしたが、第4球に入りジェリーライスのタイトロープ TD により13から13、と同点になった。残り時間3分20秒、ベンガルズのキッカー、ジム・ブリーチが40ヤードの FG を決め16から13。 そしてその直後の4 9ナーズの攻撃は、キックオフの際にリーガルブロックの反則で、ハーフディスタンスの罰体となり、自陣8ヤードからという厳しいフィールドポジションからの攻撃となった。残り3分10秒を残して、ナイナーズに攻撃権が移ったことについて、ベンガルズのある選手は、モンタナに時間を残しすぎたのでは。とサムワイチにこの時話しかけている。 勝利には92ヤードのドライブで TD が必要であったが、モンタナはチームメイトのハリス・バートンに向こうにジョン・キャンディがいるぞ、と語るなど冷静であった。残り時間の少ない中、ベンガルズのディフェンスは、モンタナがサイドライン際にパスを投げて時計を止めようとするだろうと予想したが、モンタナはフィールド中央のクレイグ、テジョン・フランクに連続してパスを通した。 ライスへの7ヤードのパスが成功した後、クレーグの2回のランで、ナイナーズは、自陣35ヤードまでボールを進めて、最初のタイムアウトを取った。その後、ライスへの17ヤード、クレーグへの13ヤードのパスで、敵陣35ヤードまで前進した。次のプレイでモンタナはこのドライブで、初めて、パスを失敗、しかもイリーガルマンダウンフィールドの反則で10ヤード罰、対、 残り1分15秒で、第1ダウン残り20ヤードに追い込まれた。この困難な状況でモンタナは、敵陣33ヤード地点で3人のディフェンスに、囲まれたライスへのパスを成功させ、ライスは、ダウンアフターキャッチで15ヤードを稼ぎ、このプレーは27ヤードのパスとなり、レイホートンがライスを止めなければ、タッチダウンとなっていたところであった。クレーグへの8ヤードのパスで、 残り39秒で敵陣10ヤードまで前進。最後はジョン・テイラーへの10ヤードの TD パスが決まり20から16となり、モンタナは11回92ヤードの TD ドライブを成功させた。残り時間わずかでのベンガルズの攻撃もブーマー、アサイアソンからクリス・コリンズワースへのパスが失敗し、試合終了、ライナーズが4年ぶり3回目の優勝を果たした。 1978年にレギュラーシーズンが16試合制になってから10勝6敗のチームがスーパーボールで優勝するのは初めてのことであった。なおモンタナは最後のドライブで過去9勝候群にかかっていた。この92ヤードのドライブでモンタナはパスを9回中8本通して87ヤード前進させた。現役時代に39試合で300ヤード以上。 7試合で400ヤード以上を投げた。現役引退時の QB レーティングは、スティーブ・ヤングの96.8に次いで、NFL 歴代2位の92.3であった。また先発した試合で100勝を最速で上げた、QB であった。また先発した試合で117勝47敗、勝率71.3%の数字を残し、第4球に31回のカムバックを演じている。 1989年のラムズ戦で挙げた458ヤードはマンデーナイトフットボール記録であったが2011年にトム・ブレーディに更新された。彼は NFL 史上唯一95ヤード以上の TD パスを2回成功させている。レギュラーシーズンポストシーズンスーパーボール3回結婚している。ノートルダム大学時代の1974年に 地元出身の恋人、キム・モーゼスと最初の結婚をしたが、3年経たずに、離婚した。1981年に再婚したが、1984年に、離婚した。そしてシックのコマーシャルで共演した、女優、モデルのジェニファー・ウォレスと1985年に、結婚した。彼女との間には4人の子供がおり、長男のネート・モンタナは、父親と同じノートルダム大学。 ウェスト、バージニア大学など4大学に在籍し、2012年は NCWA 二部校のウェストバージニアウェズリアン、カレッジでプレイ、2013年の NFL スーパーリージョナル、コンバインに参加している。2008年、モンタナはかつての妻であるモーゼスが、ノートルダム大学時代に彼女に送ったラブレターや記念品をオークションにかけたことから彼女と、 オークションサイトに対して訴えを起こした。2006年2月の第40回スーパーボールに過去の MVP 受賞者としてゲストとして招かれてコイントスも務める計画があったが息子のバスケットボールの試合の方が大事だからと出演を断っている。テリー・ブラッド賞も招待されていたがモンタナと同様に出演を断っている。 1991年に公開された映画ハートブルーでキアヌ・リーブスが演じたキャラクター、ジョニー・ユタの名は彼の名前にインスパイアされたものである。2000年にプロフットボール伝堂入りした際、ジョン・マッテンは史上最高の QB と彼のことを評した。ナイナーズ時代のチームメイト、ランディ・クロスはモントナより強権であったり、総力があったり、 身体能力の優れた QB は多くいるが、試合に勝つこと、タッチダウンを上げること、チャンピオンになることで、モンタナ以上の QB はいなかった。と語った。大舞台でも冷静にプレーできる精神力、フィールド全体を見渡す視野の広さ、パスコントロール、さらに、スクランブルやパスのスローアウェイに切り替える、判断の速さは、NFL の中でも突出していた。夢から覚める時が来た。 ありがとうございます。